二所の関部屋は、日本相撲協会所属で、二所の関一門の相撲部屋。ここでは、前身の松が根部屋についても記述する。1987年7月場所に現役を引退し、以降は、双子山部屋の部屋付き親方となっていた年より、旧大松が、根が、1990年2月18日に内弟子二人を連れて双子山部屋から、 文家独立する形で松がネベアを創設した。1999年3月場所に新十両へ昇進した若津と無を最初として、一時期は4人の関取を用していたが、2006年11月場所に春の山が引退した後からは関取不在の状態が続いた。その後、2010年5月場所において松谷が新十両へ昇進し、 昭宝山は2013年1月場所に部屋初の3、役力士となった。2013年1月28日には閉鎖された旧、二所の関部屋から10代二所の関ら年寄り3人、行事1人、床山1人を受け入れた。2014年11月24日には、片尾波部屋から18代離れ駒と11代、二所の関が移籍して部屋付き親方となった。 2014年11月24日、旧大松が、根と11代二所の席が、名跡交換を行い、同日付で部屋名を、解消。旧大松が根改め12代、二所の席の下で二所の席部屋を再興した。松が根部屋に所属していた12代を含む年寄り5人と、小宝山ら所属力士12人、行事2人、呼び出し2人、 床山二人はそのまま、二所の関部屋の所属となった。部屋の施設も引き続き松が寝部屋のものを使用している。ありがとうございます。